皆さん、こんにちは。今回は田中真美子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2024年2月29日に結婚を発表したロサンゼルスドジャースの大谷翔平さんが3月15日、自身のインスタグラムのストーリーズで、妻、田中真美子さんの写真を公開しました。パドレスとの開幕シリーズの舞台になる韓国ソウルへ向かう飛行機の前で撮影したものとみられています。田中真美子さんは193センチの大谷翔平さんと並んでも見劣りしない長身で、2人ともウェアはナイキ、スニーカーはニューバランス、シンプルなファッションをおしゃれに着こなしていました。ちなみに写真には通訳の水原一平さんと水原さんの妻とみられる女性、山本由伸選手と通訳の園田香織大さんも並んでいました。その後、大谷翔平さんらを乗せた飛行機は韓国インチョン国際空港に到着しました。空港には日韓メディア、熱心なファンたち約600人が詰めかけていました。到着ゲートが開くと大谷翔平さんが先頭で登場しました。その後ろを田中真美子さんが笑みを浮かべながら歩いました。気になるのが田中真美子さんの素顔でしょう。バースツールスポーツ、ESPN などアメリカの複数のスポーツメディアは公式 X などで田中真美子さんの情報を投稿しました。ESPN はバスケットボール選手として活躍したことについて触れ、富士通レッドウェーブで4シーズン過ごした。身長は5フィート11インチ。田中は昨季28試合でゴール成功率 47.7% などと紹介し、反響を呼んでいます。元同僚、バスケットボール日本代表の馬瓜エブリンは15日、おめでとうと自身の X で結婚を祝福しました。周囲から、ザ・いい人とも言うべき愛されキャラと評される田中真美子さん。その素顔に少し迫ってみます。東京都出身の田中真美子さんは小学校では空手を習い、中学からバスケットボール部に入部しました。強豪校ではなかったのですが、チーム一丸となって練習に励み、3年時には都大会に出場し、ベスト16まで勝ち進んでいます。その頃、すでに身長が177センチに達していた田中真美子さんは実績を引っ提げ、高校は関東屈指の女子バスケ名門校に進み、さらなるハードワークに明け暮れていたそうです。努力をモットーとするチーム方針のもと、高校時代は朝練に出るため早朝5時台の電車で1時間かけて通学し、帰宅は夜9時過ぎ、学校が休みの日も1日中厳しい練習をこなしましたと田中真美子さんの知人は語ります。高校卒業後は最難関の早稲田大学に進学しました。在学中に U-24 日本代表として出場したユニバーシアード、大学生の国際大会で活躍し、50年ぶりの銀メダル獲得に貢献しました。そして大学卒業後は強豪実業団の富士通レッドウェーブに入団という輝かしい経歴を持っています。富士通レッドウェーブ入団後はポジションが変わり、なかなか芽が出ず苦しんだ時期が長かった。彼女は得点をバンバン取るタイプではなく、リバウンドやつなぎ役など目に見えにくいところで体を張る縁の下の力持ちです。それでいて内に秘めた負けん気が強く、思うようにいかない自分が悔しくて試合中に涙することもあったとしています。ひたむきな努力が実り、富士通レッドウェーブ在籍中に日本代表候補にまで上り詰めたのですが、惜しくも夢だった代表入りは叶いませんでした。そして田中真美子さんは東京五輪2021年で日本代表が初の銀メダルを獲得したのを見届けた後、2023年をもって現役を引退しました。中学時代からまさにバスケ漬けの日々を送った田中真美子さんは、人柄の良さでも知られているそうです。誰とでも自然に仲良くなれるタイプで、彼女のことを悪く言う人はいませんよ。フットワークが軽く人付き合いがいい一方で、一人で過ごす時間も大切にする人で、よく本を読んだり散歩をしたりしていました。コロナ禍には自炊を楽しんでいましたね。バスケだけでなく、彼女の兄が展開するアパレルブランドやファッション誌のモデルも務める二刀流で活躍していましたと前室の田中真美子さんの知人は話します。大谷の妻として
田中真美子さんの今後の活動にも注目が集まりそうです。深夜に旧ツイッターのトレンドが大にぎわいでした。これまで一切素性が明かされていなかったドジャース大谷翔平さんの妻の姿がついに公になったからです。これまでメディアには元バスケットボール選手や元バレーボール選手など様々な人物の名前が挙がっていました。ドジャースは3月14日日本時間15日公式 X を更新しました。大谷翔平さんと肩を並べて微笑む長身女性とのツーショット写真を投稿しました。写真には韓国出発の大谷と彼の妻の写真と記されています。大谷翔平さん自身もインスタグラムで妻と写った写真を投稿し、待ち遠しいと綴っていました。どうやら気持ちはすでに韓国で3月20日に開催される開幕戦に向いているようです。どちらの投稿も女性の名前は明かされていなかったのですが、アメリカの三大ネットワークは女性は日本のバスケットボール選手の田中真美子さんと伝えており、投稿直後から祝福のコメントが SNS 上を駆け巡っていました。写真には大谷夫妻のほかに山本由伸と通訳の水原一平さんも一緒に登場しています。スプリングキャンプ地である米アリゾナ州フェニックスから韓国に立つ直前、球団チャーター機を背景に記念撮影したものでしょう。ドジャースは今回の韓国遠征で選手と球団職員が一人を同席させられるようにチャーター機の座席を割り当てており、大谷はソウルで妻を公開すると宣言していました。高身長のスポーツマン同士でまさにお似合いのカップルと言えます。一体誰なのとやきもきしていたファンの留飲は一気に下がったのではないでしょうか。米ニュース専門局の CNN が14日日本時間15日韓国へ向かう飛行機の前で大谷翔平さんと一緒に写っていた女性が田中真美子さんであるとドジャースが認めたと報じました。同局はドジャースが発表した写真で大谷の妻が公表されたと報じました。そして彼女もまたトップアスリートだった。 MVP2 度の男大谷は彼女の名を明かすことはなかったが、ドジャースは写真の女性が元富士通レッドウェーブのスター選手田中真美子さんであると認めたと報じています。大谷翔平さんがツーショット写真をインスタにアップし、奥さんが元バスケ選手の田中真美子さんと確定しました。大谷翔平さんの結婚報告からお相手が誰なのか推測合戦が繰り広げられてきました。推測の域を超えなかった15日間でしたが、ついに奥様が田中真美子さんだと確定しました。驚きを隠せないポストにあったのが大谷翔平さんと奥様田中真美子さんが寄り添う写真でした。2枚の仲睦まじい写真を見ると気になる点があります。そう、田中真美子さんが結婚指輪をしていないのです。なぜ新婚の田中真美子さんが結婚指輪をしないのか、その理由を考えてみました。理由の一つ目は余計な詮索を避けるためではないでしょうか。おそらくこの写真を撮影する前に二人の間で田中真美子さんが大谷翔平さんの妻であることを公表すると話し合っていたと予想されます。結婚発表した当初から相手の名前や素性を明らかにしていなかった理由はマスコミからの詮索を避けるためでしょう。今回の指輪も同じく余計な詮索を避けるため公開しないと決めたことの一つだった可能性が考えられます。理由の二つ目は野球選手の慣習に合わせたからというものです。そもそも野球選手は試合中に結婚指輪を外す人が多いそうです。試合中はロッカーにしまっていたりカバンの中に入れていたり管理も様々、なくさないようにするためにネックレスとして持ち歩く選手もいるようです。大谷翔平さんも現役の野球選手なので結婚後も普段から結婚指輪をつけていないかもしれません。そんな夫の慣習に合わせて田中真美子さんも指輪を外している可能性があります。理由の3つ目は元スポーツ選手のためつける習慣がないというものです。田中真美子さんも元バスケ選手、特に手を使うスポーツなので指輪は邪魔になってしまいます。もともと指輪をつけるという習慣が田中真美子さん自身にない可能性も考えられます。いかがだったでしょうか。今回は田中真美子さんについての情報を見てきました。昨夜未明から大谷翔平さんのツーショット写真が出回り、今まで田中真美子さんだと言っていた人の答え合わせも兼ねていました。
やはり公表されるまでは疑いが晴れないので、ちょうどいいタイミングだったように感じます。大谷翔平さんは身長193センチ、田中真美子さんは180センチで、2人の身長差は13センチです。お二人ともお顔や優しい雰囲気がよく似ていました。今後は良き夫婦像を目指して二人三脚、そして犬の3人で楽しく生活することでしょう。そして大谷翔平さんにエールを送りたいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。